こんばんは。ゆっくりドラクエ大好きマリサだぜ。同じく霊夢です。アイポンです。今日はゆっくりドラクエ特別編としてドラクエを探す旅に出たんだぜ。全国のハードオフを巡るシリーズなのよね。第1回の今回は、埼玉県本庄店をレポートしちゃいます。最終回かもしれないけどな。本庄小玉インターを伊勢崎方面に降りて、西富田、南、応接後、道なりに約15分。今走行してる場所は利根川の坂東大橋だぜ。最近近くに山田電機のテックランドができたりしたのよね。そこの山田電機はガンプラが結構ある。ついでに寄りたいおすすめスポットなんだぜ。到着したんだぜ。奥の方にワンダーグーが見えるわ。その手前にはスポーツクラブもありますよ。ここは複合マートにもなってて、休日はすごく人が集まっているんだぜ。ゲームキューブって今はこんなに高くなってるんだ。レトロはソフトだけでなくゲームハードも全体的に高騰傾向だな。ハードオフさんは税込み価格表示なので、そこは嬉しいですよね。ファミコンミニのジャンプバージョンね。収録タイトルにドラクエ1がありますよ。ドラクエもジャンプ作品扱いなのね。堀井先生は言うていってペンネームで記事も書いてたりしたしな。この辺りのレトロハードも10年くらい前はどれも1500円くらいで買えたんですよね。ジャンク品なら500円くらいだったな。ジャンク品でも大体動くのがハードオフ。全然ドラクエないわね。ありましたよ。ドラクエ5天空の花嫁。箱、説明書なしの税込み1100円。あら、ファミコンショップ冒険島のシールが貼ってある。だから安いんですね。10年前はドラクエ5はジャンクなら105円で買えたんだけどな。そのジャンクコーナーよ、もぬけの殻だな。いろいろと狩られた後なのかしら。このお店のジャンク品コーナーは一律税込み110円です。ハム太郎買おうかしら。ファミスタ、任天堂64は、コントローラが貴重なんだぜ。スティック部分がすぐ壊れちゃうんですよね。スーパーたけし東電には名作よ。武藤電だろ。たけし。読み間違いはゆっくりの宿命なのよ。なんかうぷ主腕太くない？アクションカメラはこういう写りになるんだぜ。見苦しくてすみません。中川くんの思い出の詰まったソフトなのね。テニスだ。メガドライブコーナーですね。ウプ主は今メガドライブミニにハマっててトレンドなんだぜ。銀河伝承だ。小説とカセットブックがついてるから箱が大きいのよね。ファンタシースターさんが880円か。箱、説明書ありならこれはかなり安いですよね。マージャンコップリューも880円。ドラクエ2ってこんなに高いんだ。箱と説明書ついてると今はこれくらいするな。パッケージが骨董品みたいな価値になってるんですよね。この値段で買っても転売ヤーなら損はしないだろうな。今後も価値は上がり続けるでしょうからね。株みたいね。ゲームボーイカラーのドラクエさんが3300円。イラストが可愛いわね。やっぱり鳥山明先生のパッケージアートは最高だわ。ドラクエ10はバージョン6から鳥山先生降板したんだよな。バージョン5までのパッケージイラストを語り継ぎましょう。ドラクエ9が550円。ダウンロードデータガチャするのには、躊躇するお値段ね。ドラクエ4がありますよ。ウプ主はいつも6と間違えるんだよな。ドラクエ4が1650円は妥当な値段かしら。スマホ版のセールの時の値段と大体同じですね。そんなわけで今回はドラクエを探せの第1回をやってみたんだぜ。ドラクエほとんどなかったわね。レトロゲームがいろいろと見れて楽しかったです。ところでこの可愛い子は誰？ハードオフ子ちゃんかな。